J:COM からお届け超婦人図鑑。さあ始まりました、J:COM がお届けする全国ご当地人図鑑の調布バージョン、はい、調布人図鑑の番組 MC を務めさせていただきます金子紀人です。この番組は毎回調布市で活躍されている方にいろんな話を聞いてしまおうという番組です。今回のゲストはザザン。はい、私は、辻ヶ丘でライブバーブレスを営んでおりますチャンジーと申します。よろしくお願いします。そんなチャンジーさんには3つのキーワードに沿ってお話を聞いていきたいと思います。はい、1、集え音楽好きな仲間たち、2、いつもそばには音楽が、3、ホームベースを目指して、ということでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。お、本名ですか？いや違いますね。あ、違うんですか？もちろん違います。よくね、はい、ちゃんさんとかね、ちゃんじいさんとかね、分けて呼んでくれる人がいるんですけど、生粋の日本人でございます。これもまたなんかその由来とか聞いていいの？あのね、20歳の頃についたニックネームなんですよ。何なんですか？ちゃんじ、ちゃんじっていうんですけども、はい、まあよく業界用語でひっくり返して、はい、じいちゃんがちゃんじになったり、はいはい、ばあちゃんがばあちゃんばんだったり、お姉ちゃんがちゃんねえになったり、まあそういう意味でちゃんじだった。なおじいちゃんだったんですか？あのね、そうなんですよ。あ、そうなんですよ。二十歳の頃老けてましてですね、なんかね、まあその頃ついた名前がちゃんじという名前で呼ばれまして、はい、なんかね、だいぶね態度がでかかった。おなんかね、そういう変な落ち着いたクソガキだったんですね。それでついた名前がチャンジーという。あ、つつじヶ丘のお店の、うん、についてちょっとお話を聞きたいんですけれども、はいはいはい、どういったお店なんですか？はい、まあ先ほども言いましたけど、ライブ&バーということで、はい、音楽を中心に、まあ、ライブやったりとか、はい、時折うちで芝居もやったりするんですけども、まあ、そういう、表現する場所として、はい、お酒を飲みながらそういうのを楽しむという、おそういうお店ですね。基本的にはつつじヶ丘周辺の、はい、音楽が好きな人たちが集まって、まあ、酒飲みながら一緒に音楽を楽しむみたいなね、そういう場所ですね。はい、あんまりライブハウスはしてない。客層は広いんですよ。うんうん、年齢もそうですし、はい、ね、女性だって男性だったりって、はい、本当にもう雑多で、特にね、だからもうそろそろ80になろうかっていう人もいれば、はい、まあ、20歳そこそこの人もいれば、はい、そういう、まあ、年代とか世代とか性別を超えて、カウンターにずらっと並んで、うん、まあ、本当に、まあ、普通にいろんな話をしたり、音楽についてとかでもなくて、あんまりそういうことではないですね。へえ、そういう意味であんまりライブハウス的ではなくて、はい、そのお店を設立されたのはいつぐらいなんですか？3年前なんです。あ、3年前。まだ3年しか経ってないですね。2017年。そうですね。こう3年前にこう設立されたわけですけど、うん、はい、その特色は何かとか、こだわりはとかありますか？こだわりとか特色とかね、はい、全然なくて始めたんですよ。何にもなくて、何にもないのがこだわりかもしれない、ね、何にもないのがこだわりかもしれないんですけど、もう本当に何の計画もなく始めたんですけども、はい、最初に来てくださったお客さんがね、はい、突然それこそ入ってきて、はい、ここで練習していいですかって入ってきたんですよ。お、歌のいいんですか、歌というか、まあ、弾き語りのね、はい、練習していいですかって入ってきて、はい、はってこっちもなるじゃないですか。そして、まあ、ステージも一応小さいのがあるんで、はいはい、あ、どうぞどうぞってやったんですね。はい、そしたら、まあ、その方から始まっていろんな人が集まるようになって、うん、あ、これはこういう場所なんだなと、あ、逆に教えられて、あ、それで方向性が決まっていった。あ、なるほど。最初はもう本当に何も考えてない。じゃあ来てくださってるお客さんが決めていく。そうですね、まあ、だから何をしてもいいということですね。もう何をしてもいいんですよ。自分だし。でよくいらっしゃったお客さんが、はい、ここはジャズのお店ですかとか、うん、ここはフォーク酒場ですかみたいなことをおっしゃる方がいるんですけども、はい、うちとしては何も決めてないんですよ、未だに。うん、本当に来たお客さんが作っていく場所、あ、そういう感じですね。それは居心地いいですね。うん、まあどうやらそのようですね。でも一般的なそのやっぱり門構えというか店の構えがやっぱりライブバーっぽいですから、うん、音楽好きな方が多いのは、まあ多いですね。多いですか。はいはい、確かにね。はい、でお客さん、来てくださってるお客さんとはどういったこう、うん、交流というか、まあお酒を一緒に飲むって感じなんですか、ね、基本はね、そうですね、お酒を飲んで、まあ、ワイワイやるというのが、基本ですけども、はい、
だから例えばあの歌いたい人が歌った時にもうちょっとこうするとこうなるよとか、はい、あのあ、まあ、こうしろあしろじゃないんですけども、うんうんうん、まあ、そういうちょっと 手ほどき、ね、言えることがあればみたいな、まあ、参考にするかどうかは別として、そうですね、まあ、そこも自由ですもんね、自分も自由ですからね、うんうん、でもちょっとやってみようか、ああ確かにいいねとかね、なんかそんなことでこう盛り上がってって、おうおうおう、で、まあ、それを聞いてたお客さんも、はい、あ、じゃあ 俺ベース弾くよとか、はあ、なんかそういうノリで、はあ、あの気がつくとライブになってるみたいな。じゃあなんかその逆に音楽に興味がある人が行ってみてやってみるっていうこともいいかもしれないですね。そう、もちろんそうですね、うん、だからなんかガツガツやってるね、ガンガンやってる人じゃなくても、うんうん、まあ音楽嫌いな人はね、そうそういないじゃないですか。そうですね、まあ、俺歌嫌いなんて人は、うん、はい、まあそうそういないんで、だからやらないにしてもカウンターでこうやってるのをずっとこう聞いて、うん、終わると拍手してくれたりとか、うん、だからそういうお店になってますね。あ、失敗してもいいですか？うん、全然問題ないです。今僕もねギター練習してるんですけど、なかなか上手くならないですよね。いやいや、ぜひ来てください。あ、もうで、ああいうのって僕思ったんですけど、うん、人前でやらないと、うん、もういくら家で練習してても、うん、全然人前でやるのと違うじゃないですか。そうなんですよ、指がちょっと動かなかったり。そうなんですよ、それがね、だから人前慣れをしないとダメだな。もう本当にね、それが一番の練習ですね。そうですよね、はい、人前でやり慣れるっていうこと。そうですね、だからこれはね、本当ちょっと積んでいかなきゃいけないなっていうふうには。いやいやいや、でもね、できないっていうことをあの、うん、馬鹿にする人もいないし、うん、で当然みんな下手なんで、うんうんうん、まあ、僕も含めてですけど、うんうん、別にうまいわけじゃないから、あの場合によってはノイズかもしれないんですけど、うんうんうん、うちのお客さんたちはね、もうそれ一切文句言うことないです。うるさいとかやめろとかいうこと一切ないです、うん、みんなもう楽しんでくれるんですよ。うん、もうありがたいことですね。そうですね、はい、店でイベントとかはされたり。あ、あのイベントやりますね、はい、まあ、僕今日ちょっと来てるんですけど、この夢夜っていうのがあるんですけど、はいはい、ツツジの夜は夢、ツツジの夢は夜開くっていうイベントを年に2回やってまして、まあ、本当にもうそのお店のね、はい、楽しんでる延長で、うん、お客さんが、遊ぶ場所、はい、好きな歌は歌う、はい、うん、それをみんな弾き語ったり、はい、あるいはさっきも言いましたけど、その楽器はできないけど歌うみたいな人がいたら、うん、ちょっとメンバー集めて、うん、練習するんですよ、うん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 、まあ飲みながらですけど、練習してそれを発表するみたいな。あ、全然堅苦しくなくて、もう本当にみんなでどんちゃん騒ぎしながら、うん、楽しむっていう。いや、いいっすね。ありまして、はいはい、そういうイベントもやってますね。あ、なるほど。これはね、去年のやつなんですけど、はい、こういうね、イベントですね。はい、夢やる。そんなこともやってますね。あ、はい、分かりました。はい、じゃあ次のテーマ、はいはい。いつもそばには音楽が、ということで、はいはい、子供の頃はどういったお子さんだったんですか？うん、まあそんなようなね、勝手に授業中に歌ってるような、ね、子供でしたね。授業中に勝手に歌を、歌っちゃダメな時に。ダメな時に。音楽の授業ぐらいしかダメじゃないですか。まあ、普通はそうですけどね、なんか許されてたって、ね、許されてた気がしてるだけかもしれないんですけど。音楽、まあ歌を歌うのは好きだった、うんうんうん、それで歌手を目指されたわけではない。ではない。なんでかっていうと、はい、まあ、高校出た時にね、はい、どうしようかな、進路いろいろみんな考えてたんですけど、どうしようかなということで、まあ、音響系の専門学校に行ったんですけども、はい、で音響系 の専門学校っていうのは一応就職をするための準備じゃないですか、うん、そういう専門学校って、はい、でそういう求人広告とかいっぱいありまして、はい、でその求人広告に大抵はなんとかスタジオとか、うん、まあ、テレビ局とかラジオ局とかの、はい、求人が出てるんですけども、はい、不思議な広告が出てまして、なんとか事務所って、まあ、なんちゃら事務所なんですけども、はい、昔あった、はい、事務所で、そこの求人広告が出てたんですよ、はい、で何だか分かんないから、うん、友達とじゃんけんして、はい、僕じゃんけんすると大抵負けるんですけども、負けた人間が聞きに行くと、はあ、で聞きに行ったんですね。そしたら、次の日にもう就職が決まってまして、おで、すぐに行けと、はい、そこに、で行きました、はい、で行ったら入ってチケット渡されて、はい、明日から九州な、ほうみたいなことで、何なんですか？その仕事は要するに音響の仕事なんですけども、はい、まあこれは言ってもいいと思うんですけども、はい、青江美奈さんって、はい、
歌い手になりました、はい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 、その人の専属の PA だったんですよ。あそこから始まって、まあ、いろいろ芸能界の、うんまあ、いろんな人たちのマネージャーやったりとかもしてたんですけども、五大悟っていうバンドの、はいミッキー吉野さんっていらっしゃるんですけど、はいはい、その人とまあそんな中で出会って、はい、でもともと僕があのバンドとかやってたのでああのデモテープとかね、はいうん、聞いてもらったんですよ、そしたらね君はね自分で作ってった方がいいよって言われてそうかと、はい、いうことで、はい、作曲家になっちゃったんですよ。あそうなんですか、はい、すごいですね。どういった、まあ、作品とかを作られたとかって言える範囲で、例えば CM の音とか、はいまあ、そういうのもやりましたし、はい、あとはあのアミューズメントっていうんですか、はい、なんとかパークとか、はいはいはい、あるいは、まあ、そういうイベントとかっていう、はい、そういうのの音楽とか全部やりましたね。あなるほど、はいはいはい、店舗を経営されるっていうのはどういった経緯だったんですか。それも成り行きなんですよ。成り行き当然あの舞台の音楽とかやってたんで、はい、演劇系の人たちと付き合いが多くなり、あ そうすると芝居とかやると、はい、必ず毎日飲むじゃないですか。まあ飲みますね稽古中とか、飲みたいですもんね、始まる前飲むためにやるみたいな、ね、ところもありますからね、はい、でその稽古場で、まあ、飲むようになったわけです。うんどうせ飲むならじゃあちょっと洒落たテーブルでも置いてみるかみたいな形で、だったらばもっとタイトにして、うん、狭い場所、はいにしてもっと密に、楽しいことができたらいいなって場所を探してたらたまたまツツジヶ丘にいい場所があったので、うんはい、あじゃあそこに行きましょうということでもう本当に成り行きでトン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 。あなるほど、うん、そこの期間までの、まあ、ツツジヶ丘が、うん、でお店経営するまでの、うんうんうん、なんかこうこれは大変だったよとかいやこれはなもう感動したなっていうエピソードとかって何かありますか。いや本当にねまあ、場所で言えば全くのスケルトン状態、はい、何にもない、はい電気も水道もガスもない、何にもない状態なんですよ。でそこにさあどうする、うん、っていう時に、うんうん、まあとにかく自分でコンクリートをこねて、で天井も自分で張って、防音して、はい、で配線なんかも全部自分でやって、はあ全て手作り。本当に嬉しかったのは仲間が例えば昼間仕事してる仲間、はい、たちとかねいるんですけども、そういう人たちが仕事が終わってから手伝いに来てくれる。あで一緒にもう朝までトンテンカンテンやって、でじゃあ仕事行ってくるわみたいな形で手伝ってくれた人がまた仕事行って終わったらまた来てくれて、そんなことでみんなで手作りで作った、はいうん、すいません。じゃあ座右の銘をお聞かせいただいて。座右の銘というとね、はい、まあ、そんなね大変なことでもないんですけど、はいこんな単純なゆっくりと一歩ずつみたいなね、ことなんですよ、ゆっくりと一歩ずつってうちのお店の近くにねお地蔵さんがあるんですね、はい、でいつも通るたびに手を合わせてるんですけど、はい、なんかね手を合わせるたびにねふっとこの言葉がね、うん、出てくるんですよ。これラマンチャの男っていうミュージカルじゃないですか、はい、ありますで中で僕好きなセリフが一個あって、うん、夢ばかり見て現実を見ないのも狂気、現実にとらわれて夢を見ないのも狂気、うん、でも本当の狂気って何だろうねみたいなセリフがあって、はい、あるがままの自分に折り合いをつけて夢を見ないことだっていうセリフがあるんですけど、うん、まあ好きな先ばっかり見て今のことを心配ばっかりする人もいるじゃないですか、特に若い人たちそうなんですけど、はいはい、そういう人もいれば、もうね、先ほども言いましたけど、もう80近い、うん、あるいはまあ50、60でもそうですけど、うん、もうなんか諦めてる、うんうん、まあ現実そうなんだからしょうがないなみたいなことで、うん、夢も諦めてるみたいな人たちもいる中でね、うんはい、ゆっくりとっていうのは先ばかりを見ないって、うん、今を見ながら、でも一歩ずつっていうのは戦い続ける、うんうん、まあ、うちのお店のねその世代が広いとか、はい、うん、いろんな仕事も状況はみんな違うけれど、うん、ここに来ると一つの夢が見られる、うん、共通のね、っていうところがね、なんかこう自分の中のコンセプトなのかなっていう、うん、最近ねそれに気がつくようになって。なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、すいません。じゃあいきます、はい、ホームベースを目指して、うん
ということで、はい、ホームベース、野球じゃないですよね。まあでも野球でも帰る方、まあ、そこへたどり着かなきゃいけない。帰還するって言いますからね。そうですね。ということでいいんでしょうかね。まあそうですね。ホームベース。帰る場所であり、向かう場所であるっていうところですね。やっぱお客さんたちを見ていると、うん、みんなね、そうなんですよ、ただいまって来るんですよ、うちのお店に、はい、うん、で帰ってきた、本当にここうちに帰ってきたみたいだっていう人が多くて、うん、まあ、ありがたいんですけども、はい、その帰ってこれる場所であり、で帰ってきた時に今度例えばそうやってね、うん、誰か若い子たちと一緒に何かを始めるとか、はい、やったことない人でも何かを始めるとかっていうのはまた一歩前進っていうかね、うん、行くところを見つけ出す場所でもあるっていう、そういう意味でのホーム、あー、まあ、ホームベースというかね、はい、なんかそういう場所にもっともっとなっていけたらいいなっていうのは思いますね。はい、それはもうそれがいわゆる今後の目標ということですかね。そうですね、うん、はい、まあ、目標なんて全然持ったことない人間なんですけど、でもなんか領域なんだけど、もうちょっと広い範囲で、はい、例えば辻が丘全体がとか、あるいは調布全体がとか、そういう帰ってくる場所でありながら、はい、そこから何かを発信していく場所にもっとなっていったらいいなと思うんですよね、町全体が。確かにそうですね、うん、そういうところを目指しております。最後になりますけれども、うん、はい、何か PR や告知など。はい、PR 告知、さっきほども写真ということでお見せしたんですけれども、はい、これ実は CD でございまして、はい、そういった意味で辻ヶ丘の人たちだけで作った CD、はあ、辻の丘のなんだっけ、一息といるトイレというね、これは15人の人たちが、はい、まあ、全てアマチュアのミュージシャンなんですけども、はいはい、そういった形でうちのお店に集った15人で1人1曲、はい、うん、オリジナル曲、うん、で曲を作ったことない人も含めて、うん、みんなで一緒に作った CD、うん、すごい、うん、今年の8年ぐらいに出来上がりまして、はい、これをまあきっかけにね、はい、何か広がっていったらいいな、そういうのがこういう CD ですね、出来上がりまして。面白いですね。だからその、うん、結局ライブでやるっていうことじゃなくて、うん、残すっていう形にして残すっていうことってむちゃくちゃ嬉しいことですよね。これはもう消えませんからね。でなおこれを聞いて、うん、もっと練習しなきゃとか。これはすごい。もう今はもうすでに2枚目作りませんかみたいな話が出てきたりとか、ね、本当にこれからちょっともうちょっと曲書き溜めてみようかなみたいな人がいたりとか、はいはい、そういう形でね、広がっていったらいいな。そうですね、と思いますね。いやでも本当楽しい、面白そうだな、うん、僕もねこう家近いんでやりましょう、行かせていただけたらまたそのね、はい、人前で練習できる場所に、ね、しかも良ければ、ね、なんか恥ずかしいかもしれませんけどなんか照れますけどやらせていただきたいなと思います。あとは今年はね、はい、自分の CD もね久しぶりに6年ぶりに出そうかなと思って今やってるところで、あ、もうちょっとでできると思います。それは楽しみにして、はい、いや本日ありがとうございました。ありがとうございました。